おいそこんにちは、アメリです。今回は、久しぶりにね、ちょっと使ってみた感じ、やってみようかなって思います。テンプレ編成も含めなんだけど、ちょっとテンプレの動画はね、また、改善して、新しくね、こう、ちょっと簡単めのダンジョンで使ってみながらサブも紹介するよっていうのをやってみたくて、もう、なんか、裏マロを聞こうじゃ、行けるときは行こうと思うんだけど、ちょっとそっち方面で行くと、動画の本数的にね、なかなか難しくなってきて、なるべく多くのキャラを使いたいっていうのがあって、ね、超転生バールとかさ、誰も触れずに終わったじゃん。ああいうキャラたちも使ってあげたくて、で、テンプレもああいうのも出してみたくて、で、ちょっと簡単めのダンジョンもクリアしながら、テンプレ編成もいっぱい出せていけたらなとか思ってます。だから、あんまり触れられないキャラクターにも今後はね、触れていけたらなと思ってます。ということでね、今回は、手始め、別にテンプレ編成動画じゃないけど、これ。で、ルトラをね、使っていこうかなと思います。だから、これね、強いっすよ。十字消しが強い。別にリーダーじゃなくても、リーダースキルも強いと思うよ。火属性の HP1.5 倍、10コンボで100万ダメージして、火闇の同時攻撃ダメージ半減効力14倍、2コンボ加算。かなり強いと思います。で、フェニックスジーングレイと組み合わせることによって、かなり強いので、これがね、3コンボ加算する、火闇の、同時消しというところで、今回は表マロをね、久しぶりに遊んでみようかなと思います。編成の方はユリシャにイノスケつけて、で、ダークラにボンタつけて、で、ベリアルの方にチャコールつけて、バリスタの方にはマコをつけて、で、ソフィーの方にはオルチ。これは適当に、オルチは適当に打ちます。で、この子は、あれだ、ラジュアの武器だ。で、とりあえず、この編成は初手からリーダーチェンジと変身ができます。で、十字消しのね、火力をね、見てほしいんですよ。で、操作時間はね、あんまりありません。ちょっとね、十字消しの火力を見てほしいんですけど、これでルドラがじゃあ何本出すかなんですよ。まず十字消し1個、これで9億出てるんですよ。すごくない？これね、十字消し2個組んだらカンストするんですよ。やばくないですか？で、ちょっとこんなもんで手始めに様子見、落ち込ん次第なところあるけど、これでも7億でしょ。 OK、 十字消し2つ組める時があったら2つ組んでみようかなと思います。で、ここは消す。とりあえず1ターン目に関してはユリシャ打とうと思ってます。いや、もう表マロでよくない？難易度もうね、なんかめちゃくちゃね、ぶっちぎりに強いキャラが来たらさすがに表マロだと物足りなくはなるかなとか思うんで、めっちゃ繋がるなこれね。裏マロとかね、気候上とか行けばいいと思うんですけど、普段のこういう使ってみた動画は結構表マロぐらいがちょうどいいんだよね。これで十字消し2個組みました。これの火力が、はい、17億。もうカンスト全然する。フェニックス変身してないからね、ちなみに言うと。あー、めっちゃ繋がる。あー、待って、これチンコになってるし、十字じゃなくて。はい、ということで、これで突破していけるでしょう。なんか落ち込むすごい。ソフィーもね、だいぶ、11億。すごい。ソフィーもね、コンボ強化がつけれるようになったからって、だいぶ火力出るようになってます。で、これでさ、目覚め、クライム目覚めが来れば、うわ、クライム目覚めも返せるんだぜってやりたかったんだけど、ちょっと残念。今回ルーレット。ルーレットはバリスタが返していけるんで、その辺は。うわ、十字消し入った。副属性で削っていく。さ、これ、まだよね。ここがね、オッケー、ロックのやつだね。よし、これで、しっかりロック解除して、で、削れるんじゃないの、さすがに。オッケー、固定ダメージで入るでしょ。あー、微妙。で、多分固定ダメージで。オッケー。よし、突破して。懐かしいね、リット。久しぶりに見た。ここ、とりあえずこれで解除はするんだけど、ここ問題があってね。全体攻撃とか落ちてきて死ぬっていう。あ、落ち込んなしなのか。ありがてえ。ありがてえ。落ち込んなしなのか。めちゃめちゃありがてえな。神かよ。耐えれないと思う。60万なのかな、こっちも。やっぱり、やっぱダメだな。半減じゃ受けきれないな。とりあえずは倒していければ問題ないかなと思います。よし、削って、で、割合もここも 400% は変わらないもんね、表も裏も。お邪魔目覚めは対策できてないんですよね。これでさ、しっかりと削って、オッケー。あー、そっか、あんまり勢いよくいかない方がいいか。あー、オッケー、いい、それいいよ。そういえばさ、あれだね、もうすでに時代遅れ、もうすでに遅いかもしんないけど、星野源と
新垣ね、ね、多分全国の男性諸君が、これさ、ソフィーが、あ、でも遅延になってるから遅延で返すわ。男性が悲しんで、多分全国民が悲しんだよね。悲しんだのかな、おめでたいんかな。まあまあまあ、まだ俺たちには長澤まさみと本田翼が残ってるからね、切り札が。本田翼って彼氏いないよね。わかんないけど、知らない。翼はいないと思う。まあ、新垣結衣何歳？ちょっと俺そんなにガチファンじゃないから年齢わかんないんだけど、30ぐらいでしょ。でもあの美しさで30ぐらいなの、やばすぎでしょ。星野源が40なのもね、めっちゃビビった。40だったのみたいな。いや30前半に、まあ、20代には見えないかな。30前半みたいな見た目してるかな。お邪魔を光に変えるだけでね、まあそんなことなかった。結婚したい、みんな結婚はどう？一応したいけどさ、結婚ってさ、どうなんだろうね。よしあしあるよね、やっぱり。こうさ、したらさ、したで、やりたいことがいっぱいある人ってさ、OKOK 抜かないの偉い。やりたいことがいっぱいある人ってさ、したら逆に監獄みたいな。やっぱさ、こう、子供とかのこと考えなきゃいけないからさ、だいぶ、ちゃんとね、お金使えなくなるじゃん。俺みたいにこんなさ、バズラにバコバコ言う。バコバコズッコンバコン入れる人はさ、ちょやばいなこれ。バコバコズッコンバコン入れる人はね、怒られるよね。もう絶対無理、絶対結婚に向いてないもん。絶対結婚できない。あー、いいね。待って、ちょっと待って待って、ボンタ君溜まったんだけど、どうしよう。ボンタ君はやばいなこれ。ボンボン溜まったかリーダーチェンジもう一回試すの。さすがに無謀か。ガネーシャちょっと出なかったらマジ考えようかな。ガネーシャ出たらもうわざと属性吸収ハマりまくりたいわ。ちょっとフェニックスにします。いや十字3個はやばいでしょ。十字3個はすごい。こんなんカンストするよ。限界突破したら42億も夢じゃないよ全然。強い、めちゃめちゃ強いわ。オーバーキルすぎる。5個あるだけでも多分抜けるぐらいの火力出るんじゃないの。ランダンやったってか。ランダン、もう今回のランダン一番難しいけど一番楽しいと思う。今までで4秒パズルは確かにむずいし、俺も全然うまくはないから、王冠は取れるレベルだけど 1% 圏内に入るってなかなか難しいよね。あれとりあえずもうこんなもんでいけてないな。多分こここうだよな。はい、さあこれはね、十字火力で全然抜ける、全然抜けます。その12億出てるもんだって。エンハンスは闇属性にかかってないからね。あ、これワンチャンあるよね。これ火闇吸収とかでいいよ。もはやここまで来たら火闇吸収とかでいいんだけど、あーどうかな。よし、これでとりあえず遅延食らうでしょ。オッケー、ナイスマイナス5ターン。よし、まあこれでいける、組めてるはず。よし、これでいける、全然いける。オッケー、闇落ち子ナイス。いやすごいこれ。いやそんなにいらん。オッケー、突破して、よしで11回はとりあえず、まあどっちが来ても、まあソフィーでこれも最悪返せるし、1ターン目からもうとりあえずね、これもう十字消しなんですよ。十字消し、これで十字消しになってるから、オッケー。もうこれで飛ぶもんね、だって。え、強いわ。オッケー。で、12階がシェリアスか。ソフィーを、どうしようかな。オッケーでしょう。全然いけると思う。全然いけると思うよ。闇の火力も見せてあげて。ユーリシャとかも無効貫通3つ持ってるんだから。落ち込んゼロ。とりあえずまあ抜けはするよ。貴属性いないし、つか属性吸収あれしてるし。いや、さっきその落ち込んでも来たら来たで発狂で死んでたかな。オッケー、とりあえずボス戦ね。ソフィーがたまりゃ返せるし、つかむしろジュレガーと回復あれやってくれるし。いや、いけそうな気がするんよね。普通にいけそうな気がするんよね。それちょっと行ってみるか。これ打って、まあ一発じゃいけなくても全然問題はない。ちょっとお邪魔1個残っちゃった。お邪魔1個残っちゃったけど、まあ全然これで行ってもらっても構わないし。あー、十字消し入れた方が良かったかな。
オッケーオッケーオッケー。まあ次で微妙だな、いけるかいけないか。ここね、ソフィー打とうかなって思うよね、もう。これでいけるかな。さあどうだ、これでオッケーオッケーオッケー。で、まあもうちょっと削ってからまた無効貫通すればいいや。いや、さすがに単発だったらいかないと信じてるんだけど。あー、でも行きすぎるかな、これ。やばいか、やばいな、これ。やばいな。ちょっと落ち込みすぎた。まあ、こんなもんかな。オッケーだと思います。これで無効貫通で2つ組んで、オッケーオッケー。よし、まあ、これで1回抜けるでしょう、とりあえずね。はい、オッケー。いやー、闇に、いや、乗りすぎ。それはやばい。それはやばいわ。ちょっとさすがに。じゃあ、フェニックス・ジーン・グレイ打ちます。ロック解除。で、これ打ちます。操作時間延長とエンハンス。で、無効貫通、十字消し決めて、十字やりたいな、十字。ちょっとこれで雑めちゃめちゃ雑最後。はい、これでまあ勝ったでしょうと。もう難易度がいいな、これぐらいが。はい、ということで使ってみたりめちゃめちゃちょうどいい。今度から表マロ行こっかな。でもそれ思んないか。はい、ということでね、このキャラね、めちゃめちゃ火力が出るので、結構おすすめかなって思いました。フェニックス・ジングウェイと組み合わせて、一応、最強リーダー29位ぐらい。28位かな。まあ、そんなところなのでね、ぜひね、外れではないので、使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。